アレクサンドルベッカーアレクサンドルベッカーは、極東ロシア出身の植物学者、昆虫学者である。極東ロシアの植物、昆虫を収集した。極東ロシア、宴会地方のサレプタに生まれた。1832年に学校を出た後、1836年まで、サンクトペテルブルクやモスクワに出て、商店で働くが1837年にサレプタに戻って、音楽の教師となった。 1842年に健康の問題でその仕事を辞めた。ボルガ地域の植物調査に訪れていたカール・クラウスの影響を受けて植物や昆虫の研究をはじめ収集を行った。ベッカーの収集した標本はサンクトペテルブルク科学アカデミーの植物学研究所やロシアの大学、博物館、国外の収集家のコレクションなどに残されている。 自らも20種の新種生物を記載した。モスクワの博物学者協会企業に論文を発表し、モスクワ自然科学協会、ロシア園芸協会、ロシア昆虫学会などの会員を務めた。AK ベッカーは、植物の学名で命名者を示す場合に、アレクサンドルベッカーを示すのに使われる。ありがとうございます。